タイソン・グリフィンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、カリフォルニア州サクラメント出身、アメリカンキックボクシングアカデミー所属、元グラディエーター、チャレンジバンタム級王者。黒人と白人のハーフとして生まれる。高校時代よりレスリングを始める。カレッジ卒業後、体を鍛えるためデビッド・テレルの下で、ブラジリアン柔術を始めた。 その後のカルファイティングアライアンスで総合格闘技の練習を始めた。2005年9月10日、グラディエーター、チャレンジバンタム級タイトルマッチで、ユライア、フェイバーと対戦し、パウンドで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2006年6月9日、初参戦となった、ストライクフォースで、ドゥエイン・ラドウィックと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。 2006年9月23日、UFC 初参戦となった UFC63 でデビッド・リーと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。2007年2月3日、UFC67 でフランク・エドガーと対戦し、判定で敗れ、プロ初黒星を起死した。敗れたもののファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。その後は UFC72 のクレーン・グイダ戦。 UFC76 のチアゴタバレス戦に連勝した。2008年2月2日、UFC81 でグレーゾンチバウに判定勝ち。7月5日の UFC86 でもマーカス・アウレリオに勝利し、連勝を4に伸ばした。10月25日に行われた UFC90 では、モトライト級王者ショーオン・シャークに判定で敗れ、トップ争いから一歩後退するも、 ファイトオブザナイトを受賞した。2009年4月1日、UFC ファイトナイトコンデッド VS キャンプマンで、ハファイルドス・アンジョスと対戦し、判定勝ちを収め、5度目のファイトオブザナイトを受賞した。2009年9月19日、UFC103 で、エルメス・フランカと対戦し、右ストレートからノッパウンドで TKO 勝ち。2010年6月12日、 UFC115 でエヴァンダ・ナムと対戦し、1から2の判定負け。8月1日、UFC ライブ、ジョーンズ・ v イエス、マットシェンコでは欠場したジョース・ティー・ブンソンの代役で出場するも、ゴミ・タカノリを相手に自身初の小負けを喫した。2010年11月20日、UFC123 でニック・レンツと対戦し、1から2の判定負け。 この裁定に会場からは大きなブーイングが飛んだ。これにより UFC3 連敗となったが社長のダナホワイトは禁差の判定負けだったためかタイソン・グリフィンはリリースしないとコメントした。この試合の2年後に当たる2012年3月になってこの試合の薬物検査においてグリフィンの尿から禁止薬物であるマリュファナの陽性反応が検出されたことが発表された。 2011年6月26日、フェザー級転校初戦となった UFC ライブ、コンゴ VS、バリーで、マニー・ガンブリャンと対戦し、判定勝ちを収めた。2013年8月11日、ベソフ初参戦となった、ベソフ4で JZ カルバンと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。ありがとうございます。